こんにちは、小夏です。今日は、今日はっていうか昨日私は神戸の里の展望台から茶臼山を見ました。ということで今日は早速次は茶臼山から昨日登ったとこを見ようと思って茶臼山に登ろうと思います。で早速今来てるのがこれがね、私の後ろここにあるのがガイダンス山城の里っていうあの建物なんですけど、ね、松江市の大場のホックとね、古墳の間の道を入ってくるとここがあります。で茶臼山っていう山はねちょっと駐車場がないので、まあ、ここに止めて登って OK っていうことだったのでちょっと登っていきます。で位置的にはじゃじゃじゃんこの場所にあるんですけど、茶臼山、大場の里、神こもる山って言って、まあ、結構有名な山で松江の中ではポンって出てる系の山です。行き方はね、なんか登山道が3つあって、西口っていうこの一番上のところからだと、まあ、ここから車を置いて登れる感じんで、この下の南口だとちょっと駐車場が周りにないらしくて、だけど、まあ、一番緩く登れるらしいです。でちょっと西口で行こうと思います。駐車場あるし、まあ全然行けるでしょうということで行きます。北口はねちょっと分かりづらいらしいです。ほんで行き方のマップもこの山城の里のところでいただきました。こんな風に紙もらいましたということで、今この地図に沿って登山口までまずは行こうと思います。結構5分くらい歩いたらじゃん、入り口登山道が来ました。ここを入っていくらしいです。450m って書いてある。じゃあ行きます。おお、すごい竹だ。この結構最初から細いけど登っていきます。お、なんかいきなりなんか分岐っぽい感じだけど、あ、多分なんかこっち登っていくまっすぐの道だと思う。でもねこっちいきなりもうね急なんだけど、しかもなんか滑りやすそうということで、ちょっとこのいきなり急な坂道を登っていきます。よし、足元はこんな風に笹がほらめちゃめちゃいっぱいふわふわに積もってて、ほんとねこういう靴じゃないとズリズリって滑りそうです。いや結構坂なんだけど、ほんとにすごい坂なんです。ズズズズーン、へえ、あそこまで行くのすごい坂。今ちょっと上がっただけなんですけど、ほんとに突然の急勾配で久しぶりにこんな坂のきつい山に登ります。ねえ、わかるかな、この斜面な感じ。でもこっちのあそこから登ってきてるんだよ。これめっちゃ急だからね。でこの道をどんどん上がっていく。でも道はねちゃんとなんか整備されててすごく登りやすいけど、なんか山登り感すごくあるわ。松江市内でなんか結構な街中の中でこんな山登りできるなんてすごいね。よ、ここはねなんか登っていくとさわかるけど、なんか上見るとたまに飛行機がすっごい近く飛んでて、よいしょ、多分頂上行ったらすごく飛行機の航路的にめちゃくちゃ低いところを飛ぶので、飛行機多分アンナだと思うけど、米子のやつか、あのそれを見たいなと思って、それも見にということで山頂まで頑張ります。わかるかな、私のこのもうこんなになってるぐらい結構きつい。よいしょよいしょ、これはねあった方がいいよ、棒が。よいしょ、はあ、なんかあるけど、なんか石碑みたいなのがあります。なんか竹のね藪の中にふわーってあります。なんだろうね、はあ、よし、なんかこの道さなんか見たことあるなと思ったら、これなんかリフトな感じだね。あの電柱がめっちゃこうリフトの感じがする。
めっちゃスキー場みたい。よーし。今ね、登り始めて何分だった？30分ぐらい？そんなことないと思うけど、まあ撮りながらだけちょっと時間かかっとるけど、まあ20分くらいかな、多分普通の人が歩いたら。で、半分くらい来ました。復唱しとくね。よいしょ。ほんで、まあ石碑のとこからすぐなんですけど、今ここ上がっていきます。ちょっとなんか緩やかになりそうな雰囲気はある。よいしょ。ちょっとお茶が泡立つぐらいの急勾配でした。よ。よし。よし。ちょっと今日なんか思ったけど、手袋あった方が絶対良かったね。あとヤブカもいるから、もうちょっと虫除けはしてきたんですけど、もっともっと防具が欲しい。よいしょ。行くぞ。おー、なだらかでいいね。さ、道がめっちゃ細くて、ど真ん中に、道のど真ん中に電柱がさ、あって、いつまでも電柱を見るから、なんか、現実がすごい。現実感あるけど、ここに電柱建てるのすごい大変だよ。すごいね、ここに建てるの。電気の人も大変だ。よし。ここからまたちょっとだけ急になります。ちなみに今日私はこっちから登っとるけど、なんか私と同じ駐車場にいたおじさんは別ルートから登ってるらしいです。果たして山頂で会えるのでしょうか。ふくせん、どらしょう、どこせん。あっちが、よいしょ。いや、なんか下がるんですけど。って思ったらまたすぐ上がるじゃん。いや、なんかさ、今ここパッて下りのところ来てからさ、こっちに上がる道と、なんかこっちにもちゃんと割としっかりした道があって、こっちからなんか他のところに降りれそうな感じがするね。なんだろうね、ここ。さっきの分からんかったけどさ、あの分岐点のところで、あともう本当にちょっとで山頂です、山頂です、山頂です。ちょっとスクショしとこう。てれーん。よーし、もうちょっと行くぞ。めっちゃ道が細いぞ。でもあとちょっとで着くはず。なんかもう上ないし、山。よし、茶臼山、茶臼山登山道、西口下山って看板がある。こっち南口下山ってところがあります。そしてなんかもう山が見えてるじゃん。あ、こっちが山頂なのね。ちょっとこれ見て、もうすぐで山頂です。よっしゃ。この感じいいよね、やっぱり。ワクワク感すごいね。よーし。楽しみだ。よいしょ。あー、到着。着きました。あー、着きました。お疲れ様です。わー、すごい眺めが。あー、一望できる、これすごい。はい、無事にたどり着きました。カンナビヌ、はい、茶臼山、かっこ茶臼山って書いてあります。標高171m です。いや、 171m なのにこんな景色いいのってくらいめっちゃ景色いいです。素晴らしい。はい、今たどり着いて43分ですね。ゆっくり撮りながら43分で登れました。馬車43分じゃないか、到着15時15分だから、5分前だから。いや、本当にすぐ着いた。
あーすごい。はい、じゃあ360度パノラマでお見せしようと思います。まずこっちが新宿方面。もうね、ここの山って360度本当に見えてすごいわ。めっちゃ高い山に登った感じがするんだけど、新宿方面はもうバッチリピカーンって感じで、いや、こっから花火見るのありかもよっていうぐらい開けてます。まあ、実際ここで写真撮る人も絶対いると思う。いやー、めっちゃいいよ。うん。そしてこっちが北になりますね。北、この真正面にあるのが和倉山、岳山って言って、岳山の方は奥にあってちょっと重なってるんですけど、前登山をしたことがある山です。で、こっちがちょっとね、向こう行こうかな、行けるかな、行けないかも。こっちが大山がある方角、東の方角です。こっちの方はもうなんか見えるね。結構これ朝日も夕日も綺麗に見えるんじゃないか。ここめっちゃいいぞ。大山は今日はちょっと曇ってて見えないです。もうちょっとこっちだな、大山。ほっ。そしてこっち側、が南の方面です。こっちはあのね、私がこう今真正面にさあるのが、昨日登ったところの展望台、不動機の丘があるところの神戸の里の方面見てるんですけど、山の方ね、ずっとひたすら山しかない。こっちの方面は田んぼの田園な感じですごいいいです。こっちもこっちで綺麗、山並みが。うん。はい、なんか看板見つけたので、ちょっと見てみたんですけど、薄くなってる。こりゃまあね、だってもう何にも上ないもん、そりゃ薄くなるよねってぐらいめっちゃ薄いんですけど、まあ、ここに書いてある通り標高は171メートルです。で、まあ松江市内の大半を眺めることができるって書いてあって、まあバーッと結構開けてます。で、まあここは城跡なので、まあね、書いてあるんですけど、まあ現在ここにね、山城が作られとって、見晴らしが良かった件作られたって書いてあるんですけど、まあここの頂上の平坦な地とか周辺にあるね、小さい平坦な地とか、まあ結構いろんな跡が残っています。山城の地形が残ってるっていう感じがします。ここの辺だけね、登り口も途上口っていう風になんか書いてありました。うん、城だったんだ。やっぱ見晴らしが良くて便利がいい、交通の便がいいっていうところで城が建ったみたい。このところにも書いてあるけど、まあ、戦国時代に尼子と毛利氏が戦った和倉山、和倉城跡とか荒和井城跡、白髪城跡っていうか、まあ、他のお城がいろいろ見えるようになってるみたい。あっち側なんですけど、あっち側にもまあお城とか城跡があったりして、いろんなお城がね、山にある上にあるからさ、城同士で見えるようないい立地のお城だったようです。ってことで、めちゃめちゃ説明発想ってめちゃちょっとね、分かりにくい感じだったと思うかもしれないんですけど、歴史がある場所なので、興味がある方は来てみてください。ここすごい深いです。で、その下のところの私が駐車場止めたところも、なんかね、すごい撮影はまあしてないんですけど、古墳が知れる感じになってて、まあ、私歴史がすごく好きなので、松江とかのここの古墳の歴史みたいな、どうしてこうなったのかみたいなのがよく知れるので、よかったらそこも見て、ここの山も登ってってすればすごく勉強になるし面白いと思います。なんか夏休みの宿題にも良さそう。うん、めちゃめちゃ良さそうです。まあ、ちょっと急なとこもあったりするけど、全然親子で登れたりしそうな感じで、しかもこのさ、絶景をさ、ちょっと待って、絶景のとこ移動しよう。よし、移動してきたぞ。でさ、見て、この絶景を見るのに、だって30分ぐらいしか多分登らなくて全然済むと思うし、
まあ、ゆっくり登って40分とかかな。本当にすぐ山頂に着くし、めっちゃ景色良くて周り何もないし、360度見えるっていうのはすごいなんか得した気分になりました。なんかさ、こう山登るのってさ、すごく急だけど、急をちょっと緩和させるためにくね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 ジグザグに登るじゃん。だけど私的にはジグザグじゃなくてガッて登りたくて、だからこの山は低いけど結構急な登りだったから、すぐに山頂にたどり着いてすぐに綺麗な景色が見えたっていう感覚がします。めっちゃなんかすごい良かったですどう説明していいかちょっとわからんのですけど、こんなサクッとこんな綺麗な景色が見れるんだっていうぐらい、なんか充実感がありました。よかった登って、うん。でちょっとね、こっちにある不動機の丘のところ、昨日登った場所はまではちょっとね見えんかったけど、でもあの辺だろうなっていうのは分かったので、まあそれも一望できてよかったです。いやめっちゃ景色いい、ここすごい。ちょっとね、今携帯でさ、もしかしたらめっちゃズームしたら見えるかもしれないと思って、展望台を探してみます。まずこれが、この辺が不動機の丘の神戸の里のところらへんだと思うんですけど、ちょっとこっからズームして、この辺がなんか駐車場なような気がする。でこの後ろらへん、この建物の後ろの、あったわかるかな、これ画面中央のあれじゃん、あそこだ、発見しました、私が昨日いた場所、あそこです。よかった、これちょっと肉眼じゃ分かりにくいから、携帯の9倍ズームまでいったら見えました。いやーすごいね、今肉眼だとどんな感じかっていうと、よっ、こんな感じぐらいに見えます。だけどさ、なかなか探すの難かったけど、今携帯のこれ 1倍っていうか普通の撮影な感じなんですけど、ねえ、なかなかこの中から探すの難しいよ。はい、今ね、頂上でさ、飛行機のフライトいろいろ見てるんですけど、フライトレーダーね、見てるんだけどさ、正面の方結構飛行機飛んでるんですけど、私が見たいのは米子発とか米子に来るアナが見たくて、でもこの米子のやつだとね、到着も出発も時間がもうね、今4時になったばっかりなんですけど、ま、定刻16時50分とか、出発も5時とかになるので、全然飛行機の便がなくて、いやこのやつだったらめっちゃ近く飛ぶんだけど、後のやつはねあんま近く飛ばないので、これはもう一回登るかな、見に、やっぱここから見たいな飛行機、うわー見たかったです。で今の状態がこんな感じで、ここに泊まってる、米子空港に泊まってるのは韓国のソウル便だね、泊まっとって、で今なんかね、ここ今目の前の飛行機が通ったっぽいんですけど、全然見えんくて、これはね、この今オレンジのやつね、詳細見ると札幌福岡便っていう風になってます。見えないね。そうだよね。すごい上飛んでるもんね。音はするね。いや、面白い。これ見とったら、もう、これ見とってさ、だいぶ時間経ってしまった。早く降りなきゃ。暗くなる前に。いやー。面白い。もし、飛行機が興味あるなっていう人は、まあ、ここから、すごい飛行機、ブーンって飛ぶの見るの、面白いので。見てみてください。これのレーダー見ながら、時間見ながらね、行くと結構いろんな飛行機が見れます。今日雲があってちょっと難しいな。この辺とかどうなってんの？うわ、すーごっ。面白いよね。飛行機だらけ。東京。もうすごい。ほい、ということで、下山します。うおー、もう本当に、いやすごいな、
また来よう。はい、ということで、茶臼山登山でした。イエーイ。またいろんな山にも登ってみようと思います。またどっか見えるところでも、どこでも登ります。ということで、よかったら最後までご視聴いただき、あれ?最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ではでは、またねー。最後に一周して帰りましょう。イエーイ。ちょっと今日は雲が多かったけど、まあ、まあ、でもかなり、まあ、眩しくもないしね、いいかもね。よし、今度はフライトの時間を確認してから、登ります。イエーイ。じゃあ、降りましょう。よし。よっ。